米 FDA 食品医薬品局が19日、世界初となる産後うつのための薬を承認した。赤ちゃんを出産した女性に起こる産後うつは世界的に問題となっている。日本では国立成育医療研究センターなどの調査結果によると、2015年から16年までの2年間に妊娠中もしくは産後1年未満の女性が自殺した数は102人に上ったという。今回承認されたブレキサノロン、ブレクセンローンはザルレソ、ズラレソという商品名で販売される。一度服用すると60時間にわたって持続的に作用し、2日以内に効果が見られるという。産後うつは時には命をも脅かす深刻な状態です。女性は自分自身そして子供を傷つけることを考えかねないのです。また母子の絆を育てることを妨げる可能性もあります。 FDA の精神医学製品を担当するティファニー・ファーチオニー医師はプレスリリースで警鐘を鳴らした。またザルレソはすぐに一般医院で処方されたり薬局で販売されるわけではない。過剰な鎮静または投与中の意識喪失などの重大なリスクへの懸念から、当面は認定医療施設で医師の監視下でのみ処方されるという。その費用は2万ドル、約223万円を超えるとか。 USA Today によると、疾病管理予防センターは米国で9人に1人の産婦が産後うつを発症していると推測している。